重ねが淵は、茨城県上層市羽生町の宝蔵寺裏手あたりの木の川沿岸の地名。江戸時代、この地を舞台としたあるいという女性の怨霊と、その序霊をめぐる物語は広く流布した。この物語を題材にとり、四代目鶴屋南北作の色彩管狩豆をはじめとした、類物と呼ばれる一群の歌舞伎作品が生まれたほか、三遊亭園長は怪談話、 神経重ねが淵を作り上げた。類、絵本百物語、竹原春仙が類の物語が最初に知られるのは、元六三年に出版された、金蔵志本、資料下脱物語聞き書きである。聞き書きによれば、慶長17年から漢文12年までの60年に、渡って繰り広げられた実話に基づくとされている。宝蔵寺には類を弔った墓があり、 上層市の指定文化財になっている。また、法蔵寺には、雄天商人が下脱に用いたという地図、ルイマンダラ木造なども保存されている。重ねが淵の物語は、江戸時代を通じている不死、これに触発された作品が多く制作された。ルイという名の女性主人公が、因果の中で、ヨエモ門という名の夫に殺害され、怨霊となる筋だけが共通するが、 設定は作品によって様々に変化している。階段として広く知られる契機になったのは四代目、鶴屋南北作の色彩管狩豆が上演されて以降とされるが、色彩管狩豆も重ねが淵の説話が広く知られていることを前提として、脚色が加えられた作品である。三遊亭窓川佐の神経重ねが淵を原作とする映画が無性映画時代から、 たびたび制作されている。関東鉄道上層線、中妻駅から約873メートルあるいは、飯沼バス停下車。ありがとうございます。